はいお疲れ様です、えー、今回はチャット g p t 4 1ですね。これがまあ今日リリースされたので、まあ、これをね、どう使っていくかっていうのを、まあ今現時点の僕の、まあ、考えというか、まあこんな感じがいいかなっていうのを共有したいなと思います。まああくまでも今日リリースされたばっかりなので、まあ、あの全然使い込んでるっていうレベルではないんですよ。まあなので、あの本当に現時点でっていうふうに受け取ってもらえればなと。 思いいますはい、でえっ、ー、とチャット GPT4.1 に関してなんですけどえっ、ー、とまずね使用上限を調べたんですよ。でそしたらですねえっ、ー、とプラスプランの人だと3時間ごとに最大80メッセージっていう風に書いてあるんであの GPT-4O、えー、かなあのふ,ふ普段よく使ってるあの 4O ですねあれと えと上限変わらないんでまあそんなに気にせずに使っていいんじゃないかなっていうところですかねはいでえっと無料ユーザーの方は4.1は使えないらしいんですよこれねいろんな方のポスト見たんですけどどうやらそうっぽくてで4.1ミニは使えるっぽいですねはいまあなんで今回はあくまでも4.1の方をあの僕なりのお話をさせてもらいたいなと思いますであとは えっと、この方のポストですね。僕は結構この方のポスト見させてもらうんですけど、この人の、えっと、書いてる内,内容というか、GPT4.1 の特徴っていうのがすごく分かりやすいんで、まあ、これをね、参考にしてもらうのがいいんじゃないかなと思います。この方の X のリンク、あの概要欄に貼っとくのであの、ぜひ目を通して見てください。で、1番は、プロンプト追従性っていう、 あのこちらの指示に従うっていう能力がめちゃくちゃ高いんですよ。なので本当に言った通り忠実にやっっててくれるっていう感じですただ、えっと、それがメリットでもありデメリットに働く場合もあるんですけど言った通りのことを正確にやるだけなのであの自分がなんとなくこういうふうにしてほしいなってこうイメージがふわっとしてる場合はそれを汲み取ってくれないんですよ。 GPT それこそ4とか O3 とかだとなんとなくのイメージを伝えるだけでもなんとなく汲み取ってなんとなくいい感じの回答をしてくれたりするじゃないですかあのこいつ4.1はそんなことしないのでマジであの言った通りのことを正確にそのまんまやりますはいここがもうねほんとポイントになるかなと思ってます だからそ,れその特性だけ分かっていれば使い道は結構あるんじゃないかなというのが個人的な、えっと、解釈になりますで。その前提がある上で、えっと、僕がこれからどう使っていこうかなっていうので、えっと、いろいろプロジェクトを、ね、作ったんですよで。今のところ個人的に一番いいなと思っているのはグラレコですかね。グラレコで えと例えばですけど、まあ、YouTube の文字起こしとかあとは例えばですけどあの、まあ、なんか会議しましたで会議を議事録にしましたでその議事録を図解してあのサクッと分かりやすくしたいなとかっていうのをこんな感じで、えー、と出るかなちょっとおもあ飽きた。 はい、こんな感じで図解にしてあの情報をまとめるっていうでこの図解の裏側のプロンプトをしっかりあの仕込んでおけばもうそれを本当に忠実にやってくれるんで結構きれいにまとまるんですよで僕は今までクロードでやってたんですけど、えっと、クロードだとちょっとその内容が長かったりすると何ていうすかねレイアウトが崩れたりとかあとは情報を漏らしたりしてたんですけど 4.1の場合はあの結構ねプロンプトにしっかり従ってくれるっていうのとあのコンテキスト情報自分が入れた情報とあとは裏側で設定している情報あのプロンプトをどっちも割とね抜け漏れなく拾ってくれる感じがするんですよ。つうかねむしろそこが結構強いんじゃないかなと思って結構しっかりといい感じの図解を作ってくれますね。はい これはね、なかなかおすすめかなと思ってます。えー、っと、例えば他のだと、これとかが、そうかな。はい、まあ。グラレコのパターンはね、あの、いろいろ、あの、X で流れてるやつを僕は拾ってるだけなので、僕のオリジナルではないんですけど、こんな感じですっきりとまとめてくれるんですよ。で あの、こうやってまとまってると、まあ、例えば SNS でシェアするっていうのもいいし、自分でパッと視認するだけでも結構分かりやすいじゃないですか。これはね、結構いいんじゃないかなと思います。で、あの、4.1のいいところのもう一つとして、出力がめちゃくちゃ早いんですよ。これはね、なかなか強みじゃないかなと思ってて。で、例えばなんですけど、 これです、ね、あの僕のディスコードコミュニティのメンバーの方が作ってくれたアイディア出しのプロンプトなんですけど例えばえー、っと YouTube のえー、っと YouTube の最平均再生回数を YouTube 動画1本のにしようかな。一本の平均再生回数を1万回にするためのアイデアを出して、みたいな感じで。まあちょっと情報が少なすぎるんで、あれなんですけど、結構ね、出力早いんですよ。 あの、個人的には GPT-4O よりも出力早いなって感じてます。結構ね、すぐ出してくれます。で、これ裏側に仕込まれてるプロンプト結構詳細に細かくこんだけ仕込まれてるんですよ。それでも、あれだけのスピードで対応してくれるんですね。これめちゃめちゃいいなと思ってて、出力の速さはやっぱりあの正義なんで、はい。個人的にはそこがね、結構気に入ってます。で、あとは、あの、Excel データ。 を入れてでそれを分析させてあの、まあ、例えば今みたいにアイデアプロンプトを裏側に仕込んどいてこのデータを元にアイデアを出すとかっていうのもできるんですよでこれもファイルの分析とかあとはその情報の整理とかめちゃくちゃ早かったですめちゃくちゃ早かったしすごくね正確だと思いますこの辺をねあの一応確認したんですけど今回のこの出力に関しては間違ってなかったんですよ なので、エクセルデータ入れて分析させて、で、そこからその情報を元に何か出力させるとかっていうのは全然ありじゃないかなと思ってます。僕は結構この使い方をしていこうかなと思いますね。はい。で、これだけの結構ね、長文出力なんですけど、あの、乱れずに出してくれてますし、裏側に仕込んだプロンプトのフェーズ1とかフェーズ2とかフェーズ3とか、これフェーズの6まであるんですけど、 ししっかりと、ね、出ててくれてるんですよこれ結構すごいなと思います。で、出力早いんですよ。これはね、なかなかいいなと個人的には思ってますね。はい。な,なんであの、グラレコみたいにあの裏側にちゃんとプロンプトを仕込んでおくとか、まあ、例えばアイディア出しプロンプトもそうだし、あとは議事録作成とかっていうのも結構いいんじゃないかなと思ってます。はい。あとはコンテンツ系の YouTube ようやくこれもね僕としては結構おすすめだなぁと思っててえっと例えばですけどまあこの見えるかチャンネルさんのこのチャンネルあの SEO 関係のことをねめっちゃ詳しく解説してくれてる動画なんですけどあまだまだ文字起こしがされてないので例えば どれがいいかなタメスエさんああリエモン早いなホリエモンの時間はああの康介先生の動画僕もお世話になってるんですけどまあ、ちょっとこの文字起こしをお借りしましてでこのコンテンツ系 YouTube 要約っていうので、まあ、僕も裏側にこんな感じで仕込んでるんですねでここにさっきの文字起こしを貼り付けますと でまあまあの量はあるんですよね 10, 10分の話なのでこの出力でわーって出してくれるんですよ結構早いんですよ出力出力の速さはねやっぱ正義だと思いますよこの快適さで分析も結構あの得意なんで4.1に関しては このメリットとかデメリットとかもちゃんと分けてくれてますしノートブック LM の話なんですけどこのコアは何ですかっていうので自社データと生成 AI の理解度テストをノートブック LM で作りますよっていうのとか Google スプレッドシート a p p s プリ i t による業務フロー自動化っていうのをノートブック LM に入れた情報を使って あのスプレッドシート作りましょうねみたいな話をしてくれてるっていうのをちゃんとコアを抽出してくれてますね。はい。これ全然間違ってない情報ですね。っていうような感じ。この使い方ね、結構いいなと僕自身は思ってます。で、今これコンテンツ要約抽出しました。で、じゃあこれ抽出した情報をあのコピーします。で、例えばだけど、さっきの えとまあ、黒板アートのグラレコに貼っつけますとで今情報を整理していってくれてるんですねでえー、とグラレグラレコに 図解してみたいな感じで言うと、このスピードでコードを生成してくれるんですよ。めっちゃ速いっすよね。このね、あの、このスピード感は、あの、本当ね、YouTube 向きっすね。<laughs> はい。動画を撮ってる側の人間としてはありがたいっすね。で、今、出力されましたと。で、これをプレビューで押すと、 図解がプレビューされるって感じですね、はいまあ、ちょっと若干崩れてますけど、まあ、この辺まだこういう風に修正してくれって言えば修正してくれるんで僕はね結構このまとめ方をや,りやっていこうかなと、はい、個人的には思っておりますなかなかいいっすよ4.1僕はすごい気に入ってますねであとはあの画像を作らせたんですよ いくつか画像を作らせたんですけどえっと確かにそのプロンプトのこの指示に従うっていう能力が高いんで割としっかりと作ってくれるんですけどやっぱり日本語出力に関してはまだまだちょっと弱いかなーって感じですねこの辺がやっぱり文字化けするんで文字化けしないようにとかっていうあの指示をねプロンプトに入れたりとか。 あとはこのフォントを使ってくれっていうフォントファイルを与えたりはしてるんですけど、まあ、それでもやっぱりどうしても日本語の文字化けは起きちゃうかなっていう感じでこれに関しては 4o でも同じようにやったんですけど、まあ、結局同じような文字化けの仕方をするのでここは差がないかなと思いますね、はい、ただこういうデザインでやってくれとかっていうそのプロンプトに関しての追従性は高いんで まあ、より細かくこだわったデザインの画像を作るってなるとその裏側の画像生成のモデルを動かすためのプロンプトを理解して指示を出すわけなんでこのプロンプトの理解理解力っていうのがモデルに依存するわけですよねでそれに対して4.1の方がそのプロンプト追従性理解度とかその 抜け漏れなくしっかりと従うっていうことが強いんで画像に反映されやすいっていうのがあるみたいです。はい、あるみたいです。この辺はちょっと専門的な部分は専門家の方に確認していただきたいんですけどそういう情報は見たのでまあおそらくそうなんじゃないかなとはい、個人的には思ってます。という感じですかね。はい。 だから僕としてはやっぱり裏側にすごく細かいプロンプトを仕込んだ状態で4.1を使うっていうのがいいかなともう本当に細かーく細かーく設定しておくっていうのがおすすめなんじゃないかなと思いますで逆にそのそれこそ 4O とか O3 とかっていうのはそんなにプロンプトを細かく仕込まなくてもなんだろうな向こうの自由な発想をある だろうな逆に利用するぐらいの感じの使い方の方がいいなと思ってて結構ね真逆なモデルなんじゃないかなというふうな認識ですねはいだからそ,そういう意味での使い分けを自分の中ではっきりとさせて使っていくのが混乱なくでなおかつそのこいつの存在価値をちゃんと活かせるんじゃないかなと、はい、思っておりますっていう感じですかねなんでまあ僕はこのアイデア出しプロンプトとかあとグラレコ でコンテンツの要約とか、あと議事録作成とかですね。であと画像生成に関しても、まあ、もうちょっといろいろ試しつつ、基本的にはもうこの画像生成の、まあ、プロジェクトで画像を作っていこうかなと思いますね。はい。まあそんな感じですかね。まあ、現時点での あの僕の使い方になるので、まあ、参考にしてもらえればもちろん嬉しいですし、まあ、こういう使い方あるよとかあとそれこそプログラミングにね強いっていう話も聞くんですよこの4.1が、まあ、なのでプログラミングだったらこういう風な感じだよとかそういうのをね教えてもらえると嬉しいです。はいというわけで以上です。